どうも、おはこんばんにちは、ホービードアです。アンエピックプレイ再開していきたいと思います。しかし前回が本当にグダグダだった。かなり敵にやられましたよ、前回。さてどうしようかな。とりあえず引き続き散策範囲を広げていきたいと思います。今回、ほんと敵がポイゾンというか毒をかなり使ってくるんだよな。何を食らっても毒、何を食しても毒だ。どうしたものか。クマが通り過ぎるのを待ってしまった方がいいのかもしれないけれど、ほら、こうなった、なると思ったんだ、俺。終わった。一つぐらいだったら、このままちょっと進行していけるかな。ということで、こう。で、やっぱりクモいるんだよな。こいつら本当倒すまでに時間かかるけど、これ以外に倒す方法が正直ないんだ。我慢してほしい。カエルをもう一体倒してくれないだろう。こいつ、チェンジ。倒しとこう。普通に経験値が手に入るので倒していますけどね。もうなんとかしてくれ精霊。よし、近づかないにしたことはない。あの下のトイレのところ行こうぜ。そろそろレベルが上がる。こいつら経験値すげえもらえるんだよな。もういないだろうな。しかし本当に最近はお金ばっかりだな。あとトイレ下に下なんかどうなってる。詰まった時下へ降りて排水管を確認すること。うんちぼないとダメってこと。どういうことだ。どうやったらで下に降りられるんだ。さてここはあれだな、マップを開いて、ここを開いて、トイレと書いとこうね。書いとくだけね。まあ、後で場所分かると思うんですけどね。この、なんじゃら棒を探すのか。なるほど。こいつはいいぜ。8って書いてあったから、多分、殺さないとあれなんだろうな。精霊大活躍。蜂の巣があることに今気づいたぞ、俺。そいつやじゃん。狙ってくれないかな、よし。悪魔城ドラクラの曲にしか聞こえないな。おい、どんだけ HP 高いんだあれ。レベルが上がったぞ。ここでレベル上げできるんじゃないか。実はあ、ここまで来たら全弾打ち尽くすよ、もう。あれ壊れなかったとしても。もう待って、ちょっと待って。ああ、壊れたか。あ、もう、壊れないかと思って、だから。終わりか。そうだね、あの植物に火を与えるんだね。お？あの、右上になんか見えるんだよな。よし、ちょっと一回登ろう。そういえば振るのを普通に忘れていたけど、条件、ドンキ、槍、弓、バンド、アート、体格で鎧、こんなもんでいいだろう。随分遠くまで来たもんだ。なんか
攻撃速度プラス 5%。 あれなんか装備してる？上がるもの。あ、装備してたな。確か指輪。速度プラス5。あ、そこに表示されるんだね。じゃあ緑のエッセンスか。あのうんち棒がそろそろ終われるのかなと思った。あ、間違えてしまった。これで歩かないようにしないと。これを持ってたまま危ないからな。電源噴射。ああ、倒すとあそこが悪仕様になっていた。なんだろう、ここが。植木鉢がたくさん置いて、あらゆる色や大きさの鉢がある。植木鉢と。どんなかは知らないが、後々探さなくてはいけない気もするよ。アザルトワックスか。マックスいらない。強いんだけどね。多分強いやつだと思うんだ。しかしほとんどもう行く場所がないな。上に行って右側に行けばボスなのかな。とりあえず1レベル上がったの結果オーライだけれど、そういえば最大レベルというか HP 多分10レベルぐらいまで行ったら最大まで上げられるんじゃないか。この量だとどうなのかわからないけど、実際は。で、そうですね。このレベルじゃない、このゲーム、TRPG みたいな感覚で、レベルそれほど上げられない感じなんですよね。TRPG がちょうど、大体こんな感じなんですよ。あんまりレベルが実は上がらない。あー、そっか、倒してなかったからか。終わった。帰ろう。あのままでは確実に死んでいた。てかそろそろ本当どうしようかな。確か毒耐性のポーションもあったし、あのヒートオーラの巻物もあったんだけどな。ヒートオーラの巻物はいつか使いそうで使う気が出ないんだよな。どうしよう。探索のために使おうかな。あいつ生き返るんだ。生き返ったんじゃないか最初から。よし、一歩なら別に、正直別にここぐらいにはどこかなっても問題ないと思う。もういないな。がいなければよし。いるけど上にね。あの蜂の巣があるんだけど今行きたくないんだよな、そこ。そうか、行くしかないのか。いいだろ。よくないな。よくない。そう、もうヒートオーラ一回使って散策するか。今まではラチが開かない。そうですね、あっち以外だともう上の右上側しかないので、もう使ってしまおう。しようがないだろう。ほら、どこだ。ほう、ほう、ほら、こんなもんか。いいね、これで稼げそうなんだけど、どうよ。こいつらを全員倒したらまた何か開いたりとかしないのかな。このためだけに倒しに来ましたけどね、俺。ヒートオーラ、アイオンオーラって下に出たけど、これ結構持たないな。いや、まあ長いんですけどね、持続時間長いといえば長いんだけど。そうか、まだいるのか。私に慈悲はない。
参加してもらおう。キーポーラーを持っても結局毒にかかったら元も子もないんだから毒にかかっちゃった。まあいいだろ、もういいや、もういいやという、私は気にしない。さてどこ行った、あのポーション、ヒゲ毒のやつだ。マイナーリジェネレーションではない。さすがに言えよし、これだ。ペットを引き出して戻った。な、忘れた。ああ、一時的に毒の進行がストップするだけなのか。これはまずいな。リジェネレーション使っておくか。もう少し散策をしたいのかな。減ってる量と回復してる量、どっこいどっこいだな。変化のワンド。対象を鶏に変化させる。プラビジョンかな。何か他にポーションはないのか。こうやって回復するしかないのだろうか。 あ、次の精霊か。いいぜ、どんなクエストなんだ。アヴェイピュアスピリットモラトゥリムテイサルタン。My name is Zira, and I am a Dark Knight of the Almighty Harnakon. If you please me and you can destroy me if you wish. At least my eternal captivity in this prison of God. Huh? You're no longer under his control? I thought that all the pure spirits obeyed him. Why should I be? It's true. Look at me. I'm a being from human. I've been teleported into this castle.I have to kill all seven of Harnakon's guardians to get back home. I've already slain a giant Harnakon. What? You have slain? Yep, that's it. Here are the keys they used to guard. Magnificent. With pleasure will I grant you the power. However, I can only grant you a Mandragora. The last of them still. And when I find it, what do I do? Uproot it. No.Mandragoras are very delicate. It is necessary to transplant it into a very special. Understood. I get the pot, find the mandragora. I will need green magic. Okay, bring you the. Mandragora, か。よし、これはいい。Hey Zira, you know the pure spirits aren't here against their own will. How can you? This cannot be. This cannot be.Zira, they pulled your leg. Your mask. That makes no sense. That pure spirit should be great. あれ見たようなとこだな。洗濯服か。わ。どこ、どこに行ったんだ。どことこれ、あっか、なるほど、ある意味ショートカットができた。戻って、では植木鉢はそらく、まあ、植木鉢ここですけど、おそらくこのマンドラゴルがあるのがこちらの方面だと思うんですよね。庭園の最上階といったので、こちら側がボス戦なのかな。どうなんだろう、間違えた。お前にあれ使っちゃおう。私これあったよな、ワープするやつ。あった、ホラガイ。ここで大量に作ろう。意外とコウモリの羽がないな。ちょっとこの見よう、エッセンス。そういえば緑色のエッセンス足りてねえな。
っておくべきかな。相手に100上げるってことだからな。ここまだマンドラゴラが取れるとは、取れると決まったわけではないけどな。炎なんてボイコットしてるからな、炎の魔法。しかし精霊7体も倒な、精霊じゃない、ボス7体も倒すんだっけ。主人公言ってたけど、俺7体も倒す気はしないよ。何なんだっけ。あー、あのお金が大量に置かれてるとこか。なるほどなるほど。ええー、もう何も書かないよ、何も書かないって、何も書かないよ。よし、ではまず A のところへ行って、ここよ、植木鉢。またか、またお前らなのか。俺お前ら嫌いなんだよ。いやーさ、まあだろうな。まあもう毒はデフォルトだからな。うん、好きだわ俺、好きだわ。つけるかな。じゃけつけたらもうワープで逃げるつもりだからな俺。でバチセンス買う必要なかったんじゃね。あー、またか。テレさんを返すのを忘れないようにしないと。似合うといいな。倒さない倒さない、やばい。せいやっさよし帰ろう。これはひどいぞ。大丈夫か俺、あそこつけるのか。この前ついたのが奇跡みたいなもんだからな。しかしこういうのはハードプラププラスプラスでやってるからなんですかね。それとも通常にやってもこのぐらいの難易度なのかな。さすがにこんなに難しくないと思うんだよな、違う難易度だと。それに違う難易度だとどうやら一回ヒットすると無敵時間が発生するみたいですしね。どっかのなんだろう、ダメージ量も違うのかな。そっか、全員倒さないと植木鉢が出ないんだ。忘れていたよ。色エッセンス、よし、これで取るためのものは揃った。揃ったが、あとは上だな。さーて、どうしたものか。ポーションは12分、弓矢はあっても、あのスケレトンたちに対してはそれほど効果がない。ただハンマーで対処できるだろうか。どうにかして倒すしかないな。ここもう一発ずつつくなりなんなりするか。最悪ね、最悪その手がある。あんまりそれは良くないけど、そろそろここで敵をずっと倒していたから、うん、もうほんとここでちょっと倒さないといけない。あ、危ない。槍に変えて、ていうかもう槍だったんだ。俺は本当にバカだな。間違えたぞ。これ当たると敵遅くなるんだっけ。覚えがないな。だって可能な限り、可能な限りこいつらをあとは通常攻撃で倒して、あの KP を使って、あのあっち側のやつらを、今死ぬと思ったあの精霊君が、よし危ない、向こうのやつらをあの KP を使って技で倒していきたいなと思うんだけど、どうしたものか。
本当にこの槍の技は買っといて正解だったと思うけれど、こいつらの死ぬ時の声が猫みたいな声だな。間違いだ、かなり。具合にいけたぞ。再度こいつを出して、でもあのアーチャーは無視だ。馬といえば邪魔だけど、精霊が何とかしてくれることだけを。で問題はこれ、もう一回できない。でこいつら遅くなるんだろうな。もう下手すると俺が考えているのが、逃げて一回逃げ、確か据え置きなんですよね、あいつらの HP は。なのでこちら側で敵をちょっと倒そうかなと思ったんだけど、毒になってかかってしまいましたね。くそだれ。多分で逃げると、逃げるというか回復しに戻るとあいつら生き返るのかな、どうなんだろう、そこら辺がよくわからん。もうちょっとあそこの奥の方までは行きたいんだけどな。敵はあと1体ぐらい倒せるだろうか。魔法はあと1回分ぐらい欲しいんだよな。回復したのはいいけれど、ポーツかけるべきかな、微妙だな。しかしここら辺の敵で KP を稼ぐにしても結構あれなんですね、毒にかかる確率が高いので、 KP を貯めるつもりでも危ねえにゃーっていうのがね、いちいち私はツボです、私はツボですってね。俺がまるで植木鉢とかそういうツボみたいな言い方はどうかなと思う。うっそ、よし一回戻そう。よいしょ、前回と同じパターンや。まずいまずい。よし、落ち着け。落ち着く。とりあえず、機体は倒したんだ。ヒットアンドアウェイで、なんとなるはずだ。なるはずだ。全部マンドラゴラの食べなんだぜ。ボス戦もね、あの奥だったら多分相当やばいぜ。何がやばいって、いちいちここ通らないといけないんだぜ。考えてみろよ、最悪だよ。よし、あと2体なんでいける。よっしゃ、ついでに剣。あー、探検か、またか。いや、ないんだそれ。死んでくれねえかな、上ね。大変申し訳ないけど、言い方が。よし、でもな、まあ、なんとかいけたぞ。やり取ってなかったけど、下げなの。レンジャーのコンバットピース。いいっすか。ビスピア、今使ってるやつやな。これか。霊気魔法の追加ダメージプラス 10%。おまけに、今使ってるやつで攻撃力が高い。あとこ。ショートカットで、下のやつに装備。あ、こっちか。これでいいかな。よし、あれ今のやつより強いよね。確かトライデントは渡してしまったからな、持ってない。最初永久的に鶏に変化させる。ゼルダチックだね。いや、ゼルダは鶏に変化させる魔法があったかどうかはよく覚えていないけど、ほんとここ降りてあいつをぶっ殺すぞ。まだまだ上行くのか。あそこまた今度な。さて、中途半端なところですが、今回はここまで。ではまた次回、オビドアでした。この先へ進んでいくぞ。